こんにちは。多様な環境問題と環境保全の取り組みについてやっていきましょう。まずは豪雨がもたらす土砂崩れと水害についてです。火山が多い九州地方の多くの地域には水が染み込みやすく脆い火山性の地層が広がっています。台風や梅雨前線の影響で豪雨が続くと斜面は崩れやすくなり 土砂崩れを引き起こすことがあります。土砂崩れによって斜面の木が流れ出たり、台風の強風で木がなぎ倒されたりすると、人々の生活への被害がさらに拡大する上、林業などにも打撃を与えます。また、木が川の流れをせき止めると、低い土地では、せき止められた川から水があふれ、人々が住んでいるところに水があふれていく。 洪水が引き起こされます。そのような洪水や浸水など水による災害をすべて合わせて水害と言いますがこうした影響によって水害の危険も高まっていくんですそうした土砂崩れや水害に対応して河川の上流に土砂の流出を防ぐ砂防ダムを建設していますまた干ばつや植林を行うなど 山林に計画的に人の手を加えることで森の保水力を高めそのことによって水害を少しでも減らそうと工夫を行っていますこのように地質や気候がもたらす問題に九州各地で様々な対策をとっているんです続いて豪雨と開発がもたらす赤土被害についてです第二次世界大戦後アメリカの統治が長く続いた 沖縄県では地域の経済や雇用をアメリカ軍施設に頼る傾向にありました。アメリカ軍のサポートによって経済が回っていたんです。しかし1972年に日本に本土復帰した後、道路や港の整備が行われる過程で、独自の文化と自然を生かした観光産業が急成長しました。 暖かく綺麗な海水により発達したサンゴ礁は波から島を守るとともに観光資源としてとても重要です。しかし沖縄の一部の地域では土壌が海に流出して水を赤く濁らせる赤土被害によって水面下のサンゴを死滅させるという被害が起こっています。赤土とは 南西諸島で見られる赤茶色の土や灰色の土など粒子の細かい土壌をまとめて赤土と呼んでいるんですがこうした地域は傾斜地が多く赤土で覆われているので激しい雨が降ると表面の土が一気に流れて海に流れサンゴを覆ってしまうんですそうしてサンゴを覆い日光を遮ることでサンゴが死んでいってしまうんですね 戦後は20歳の造成が進み、また道路の建設やリゾートの開発が盛んに行われるようになり、土壌の流出はさらに深刻になっていきました。こうした状況を受け、段だ々んだん畑を作って土地の傾きをなだらかにすることで、赤土が海に流れていくことを防いだり、サトウキビの葉を固めたもので、高地を囲んだりして、 土壌の流出を防ぐ取り組みも見られます。このような環境保全の取り組みが行われているのも沖縄、九州地方の特徴ですね。今回はここまでです。お疲れ様でした。